ビルソンローラーです。メレンゲを使ったちょっとしたお菓子をホワイトデーとかプレゼントに最適な、材料も少なくて済むお菓子をちょっと作ってみたいと思います。卵白です。割りたてではなくて割ってちょっと置いてブルブルしたやつが沈殿するぐらいのサラッとしたところを取ってください。 100g、 グラニュー糖 100g、 粉糖ですね、粉砂糖 100g、 もう振るってあります。湯煎50度ぐらいに温めて使います。指入れてちょっと熱いって感じぐらいです。いちごっぽく着色したいので食紅、色粉ですね、赤の色粉を使います。手でもできますけど卓上ミキサーがあるのでミキサーでやっていきます。まず添加、50度ぐらい沸騰させたようなボコボコしたやつだと卵白固まってしまうので50度なるだけ保つような感じで、グラニュー糖、湯煎のボールごと手前にひっくり返さないように気をつけてください。引き上げます。平たいバットがあれば平たいバットとかの方が安心かもしれないです。この中の卵白が50度ぐらいになるまで温めます。もうついてる。あ、50度になった。ついてるかな。で、50度になったので。たまにチェックしてみましょう。よくしよう。あ、いい感じですね。もちろん白いままでもいいんですけど、いちご味にしたいのでちょっと色素で着色します。白いままだったらもう終わりでいいの？粉糖を入れて終わりです。もちろん白いやつで売ってるから大半は白いやつで売ったりします。真っ赤にすると食べ物らしさが消えてしまうので、あまり入れすぎないように、もうちょっともどろってやってると真っ赤になってしまうので、コツとしてはもうあとちょっと入れたいなぐらいの色でやめるとちょうどよかったりするので、こんな感じで、もういわゆるツノピーンですね。ふるった粉糖をもう一気に全部で、マリーズ糖でさっくり、鉄板にこういうベーキングペーパーですね、鉄板に敷いてもらってちょっと滑り止めでのり付けしてあげると滑らず取りやすいです。丸口金とちょっと星のやつで半分、小さいか、半分じゃあ干し筋金で、ニューッといって上に持ち上げたら力を抜いてスッと引いてあげるとこうピンと、この下のひだは自然となる、なります、自然と、そういう口金なので。
じゃあこれでオーブンに入れていきましょう。まあちょっと上がっちゃってますけど、90度90度ですね。3時間入ります。でこれ99までしかできないので、まあ90分ブーってなったらもう1回90分で計180分かっていうことで、出力はまあ11でもう低温でじっくりって感じです。はい、90分です。どんな感じか見てみましょう。ですね、色がちょっと抜けて、こっちの方はやっぱ割れますね。押し口でやった方がいいんですか。多分もうちょっと、なんだろう、パタパタさせて、まあ言い方悪いですけど、生地を殺した方が割れないんじゃないかなっていう感じですね。まあ食べた感じは軽くなってると思うんですけど、出しちゃいます。薄いピンク色になったって感じかな。自分の上に出して冷まします。このまま放置だと湿気の多いとこだと湿気ってしまうので、乾燥剤とかバラバラして粗熱取ってこう蓋をして帰るとか、完全に冷めたら密閉容器タッパーとかバンジュに入れて、で乾燥剤入れて長期保存できますんで、で冷めたら今度はこれをさらに加工して美味しそうにデコレーションしていくって感じです。はい、今日はここまでです。ホワイトチョコをコーティングしていきます。パータグラス製イボワーク、コーティングチョコのホワイトチョコバージョンですね。バーアイスとかの表面にくっついてるあのパリパリしたチョコレートで、製菓材料屋さんに行くとパータグラス製ってやつで、日本製とかフランス製とかいろいろありますんで。白がいいんですか。黒でもいいし、今回はまあホワイトデーとかそういう絡みで、いちごの、あ、そう説明し忘れました、これがあのいちごのフリーズドライトッピングで使えます。メレンゲだけ食べると甘くて頭が痛くなるぐらい甘いので、これを中和させるためにフリーズドライでも味はイチゴでちょっと酸っぱいので酸味を足してあげると飽きずに食べられると思います。爪楊枝とか竹串とかあれば100均とかで売ってる、お家で召し上がるんでしたら別に電気製品買った時についてたやつとかでも構わないので、ご商売されてる方は衛生面考えて100均とかでラップでくるまってるやつを買ってください。とんがってる方じゃないとここ刺さんないので、とんがってない方をこの底にプチュッと刺して、である程度湯煎で柔らかくしてから、冷たいとあのすごいもっさりかかるので、ある程度ポタポタが落ち着いてきたら、あんまいっぱいかけると野暮なんで、ちょっとちょびっとにしてみました。かわいい。なんか高級感がありますね。そうですね。白にこう赤が入るっていうか、このコーティングチョコが冷めてくるとだんだんこう厚ぼったくかもっさりかかってくるので、そしたらまた湯煎とかで熱加えてお好みの濃度にしてください。丸の時よりなんか感触違いますか。チョコのまとわり具合がこっちの方がかかりやすいかな。山谷が多くていっぱいついてきそうな感じがしますけど、あ、でも見た目いいじゃないですか。まあこういうなんか陰影ができたらいいなと思ってこれにしたんですけど、縁日のこのリンゴ飴屋さんみたいな。いただいてみます。うん、シュワッとなくなりますね。いちごが効いてて甘いんですけど酸味もあって食べやすいですね。これもらったら嬉しいですよ。見た目がそうですね、かわいいからいいんじゃないですかね。はい、うん、食べ応えがあるもっとちっちゃくすればいいんじゃないですか。はい、なんかわかんないですけど
干し口金の方が美味しく感じました。なんでだろう。最初に絞ったやつは軽いんですよ、多分これ。あで、あ確かに。だんだんこういじってくるんで、ちょっと固めのこうガリッとした感じに干し口金の時はなってくるんで、そういう違いでこっちの方が硬い。確かに。はい。こう空気がどんどん抜けていった生地なんで、硬い方がうまくガリガリって感じで、まあ、お好みがあると思うんですけど、はい、何もないメレンゲだけ。はい。これもそれでまあ、うん、それで商売してる人もいるので、あメレンゲ食べるの好きな人はしっかり焼いてるんで、かすかにあの遠くの方にこう香ばしさが、はい、こうシュワッと消える感じなんですかね。そうですね、温めることによってより細かく泡が入るっていうか立てられるので、泡のこう粒がちっちゃいのでこうザクザクっとしたで、うん、こうシュッと溶けるような感じで作れるメレンゲなん でそれを90度で2時間以上焼くとこうカリカリサクサクシュッとして、なおかつこうちょっと香ばしさを感じられるかなって感じですね。これより小さく絞るんだったら3時間も入れなくていいんですか。そうですね、2時間とか試しに1個出して冷ましてから試食してください。これあったかいままだとこう芯が残った感じで、いつまで経ってもこうにちゃーっとした感じの食感になるので、必ず途中で焼けてるかなーなんてこう試食するなり、中割ってみるときは必ず冷ましてから食べてみるなりに、こうベティナフで割って、ああ焼けてるわっていうのを確認してください。ホワイトデーにぜひ作ってみてください。ありがとうございました。